皆さんこんこにちは、えー、三角ランナーのよだるいです今日はね、えー、新しく登場したガーミンのエンデューロという、ねえー、モデルを紹介したいと思います。今僕もつけてるんですけども、えー、3月頭ぐらいに、えー、テストのサンプルもらっていろいろ試してみました。まあ、この、ね、エンデューロの特徴としては一番の特徴はですね、えー、バッテリーが、えー、すごく長持ちという,うになったっていうことですね。 本当にウルトラトレイルとかに、ね、特化したような感じで、えー、GPS の、ね、毎秒計測で80時間持ちますあとは、えーまあそのね、アクティビティとか使わないでただの、ね、スマートウォッチとして使うとしたら、えー、65日、えー、充電しなくて <laughs> 充電なしで、えー、使い続けることができます。65日ってやばいですね <laughs> であとはですね、えー、軽い,っていうのも、ね、特徴です、えー。ガーミンのフェニックスの、ね、最新シリーズの 6X デュアルパワーとかだと重さ 82g かなだったのがこの、ねえー、エンデューロに関しては重さが 61g になってます。まあこれね、ベースはあの本当に、ね、フェニックスをベースにしているのですごい似たような形状をしていて、えー、頑丈なんですね。 今年はこのねベゼルの、まあ、この黄色というか蛍光イエローっぽい感じ結構好きですね。あとね変わった点というとこのねストラップ見えますかねウルトラフィットナイロンストラップというのに変わってあのーまあ、マジックテープというかどこでもね好きな位置で、えー、自分の、えー、フィット感でね、えー、止めることができます。 かつ軽くて、えー、水もね、えー、水はけがいいので重くならないっていうのがすごい特徴かなというふうに思います。本当に前のシリコンの、ね、ストラップに比べたらめちゃくちゃゃくフィット感増してますよあとねこれもねあの他のねフェニックスの、えー、シリコンベルトとも互換性あるんで、えー、こんなふうにね外して、えー、違うのねバンドを、えー、はめ込むことも 同じ互換性のある接続部分ですねはいあと2つね、えー、アップデートした点があります1つは、えー、ウルトラランアクティビティモードというね、えー、モードが追加されました、まあ、いわゆる本当にウルトラトレイルに向けた、えー、アクティビティのモードなんですけども、まあ、こんな感じでね 悪さがあるかなこのウルトラランというのがあると思うんですけどデフォルトは一緒ですこれの、えー、特徴としてはこのねラップボタンを押すと、えー、エイドに入ったときにラップボタンを押すとですね休憩時間の計測を始めてくれますで、それでまたラップボタンを押すと、えー、休憩時間出る、えー、操作になりますので このウルトラランアクティビティモードで、えー、ラップボタンを押すことで自分ががどれだけ休憩しているるかとうのを、えー、測ることができます、ねえー。レース中に、まあ、あと少しで、えー、出ようかなというふうな、えー、指標にもなると思いますし、まあ、レース終わった後のね、えー、振り返りの段階であここのエイドステーションもうちょっと縮めたいなとか、まあ、そういう分析にも使えるんじゃないかなというふうに思います。ウルトラランアクティビティィビモードですね。 あとはですねトレイルランニングのモードでも、えー、VO2MAX の、ねえー、測定ができるようになりました今までは、えー、と平地のランニングの時にしかねそれの測定はできなかったんですけどもこの、ね、アップダウンある起伏の中でも、えー、そういった、ね、データを測ることができるようになりました、まあ、とはいえ、まあ、参考値なのでどれまで,参考,になどこまで、ね、参考になるかはあれですけども、えーまあ、それの、ね、VO2 のね データが上がっていけばそれだけね酸素を取り込む能力が上がったっていうね確認になると思うのでそれもぜひ参考にしてみてもらいたいなというふうに思いますでこのね、まあ、バッテリー特化してで軽くなったっていうことは削除した機能もあるんですね一つは音楽機能です今まではねあのここに 音楽データファイル入れて、まあ、そここことねイヤホンで Bluetooth で飛ばして、えー、音楽を聴きながら走ることができたんですけどもその機能がなくなくりました、まあでも、ね、日本のトレイルランニングのシーンだとあんまりね音楽聴きながら走るってことは禁止され禁止というか、えー、大会とかだとね NG になったりとかもしますし僕としては、ね、山の中であんまり音楽聴くのはなんだろうな僕は鳥の声だとか。 風の音とか聞きたいタイプなのであんまりいらないかなというふうに思いますあと削除された機能としてはマップの機能ですね今までのねフェニックスシリーズだったらマップにね投稿線だとか山小屋だったりだとかあと街中だと道路があったりだとか、えー、ランドマークになるような建物だとかがね、えー、ガーミンのデバイスで検索できる、えー、見ることはできたんですけどもその機能がなくなりましたとはいえマップのページは あるので例えば取り込んだ GPX データのね、えーまあ、今日これから行くルートの軌跡だったりだとか、えー、走ってる最中の自分が走ってきた道の軌跡っていうのは、えー、表示されます。なので一昔前の GPS 時計になったっていう感じですね、まあ、今ねレース中だったりとか普通に山入る時多分スマホとか持つじゃないですか、えー、マップの詳しいところはそっちで見たりとかもするだろうし、えー、まあここのね、えー 十分その軌跡のところさえ分かれば、えー、帰り道も分かるし、えー、レース中とかだったらねマーキングもしてあるんで、えー、このね軌、えー、跡赤い線で、えー、表示されるんですけどもそれだけでも十分マップ機能はとしてはこと、えー、足りるかなというふうに思いますあとはですね、えー、普通に、あのー、今まで通り s u i の機能 もついていてるんでまあここにねスイカのデーターでやると,くと、えー、このままピッと腕時計で改札くぐることができますし、まあ、その辺は変わってない点ですね。ガンンンミのエンデューロ4月8日発売ですぜひね、えー、これから長い距離挑戦しようと思っている人だったりだとかあとはアウトドア感ね時計に出したいくてもっとね 軽いものを求めている人にも、えー、マッチするようなモデルになっているかなというふうに思います今回はガーミンの新しいモデルエンデューロを紹介しました